久しぶりのお外スケッチの模様をお届けします。今回は山椒の実を描きます。お外なのでちょっとスマホで撮ったタイムラプスになりますので、ちょっとこの速さになってしまいますね。普通のビデオで撮ったものではないので、もうちょっとこの早回しバージョンしかお見せできなくて申し訳ありません。今色鉛筆で描いてますね。水に溶けるタイプの水彩色鉛筆っていうのを使ってるんですけれども、こちらはかなり尖らせて使ってます。で、実を言うとこれあんまり自分で気に入らなくて、途中で筆に持ち替えてます。線を使うっていう意味では同じなんですけれども、筆で細い線を描く感じでやってますね。今やってる感じです。どっちかというと私はなんか鉛筆とかの線よりも筆の線の方が自分が好きみたいで、これはもうお好みになりますので、いろいろやってみてくださいね。こういうとこです。山椒の実、最後までご視聴ありがとうございました。これからスケッチが楽しい季節になりますね。皆さんも楽しんでくださいね。じゃあね、バイバーイ。